城西川越中学校、城西大学附属川越高等学校。城西川越中学校、城西大学附属川越高等学校、城西川越中学校、城西大学附属川越高等学校は、埼玉県川越市山田東町にある私立、中学校、高等学、中高一貫生男子校。設置者は、学校法人情西川越学園。略称、上 上塞、上塞川越、上塞大川越、上塞大府、川越。高校は、上西大学付属と関しているが、設置者は、学校法人上塞大学ではなく、同大学の継続校としての位置づけである。もともとは、上塞大学の継続校として開校したが、入学してくる生徒の学力が年を追うごとに、上昇するとと,ともに、生徒の他大学受験志向が強まり、 1980年代後半には、女西大学への推薦入学を希望する者は、わずかとなった。現在では、他大学への進学者が大多数を占めている。中学校を創設する際、大学付属を取った、女西川越中学校の名前で開校してからは、高校の方も、女西川越高校と呼ぶのがむしろ普通となった。あくまで正式名称は、元のままである。 学校周辺は田んぼが広がり自然豊かであり、正門付近にあるケヤキの木をシンボルマークとしている。また、2008年5月より法人名が、学校法人情勢第二学園から、学校法人情西川越学園に変更された。中古を共通して、英語教育に最も力を入れており、一元目の、前には、NHK の基礎英語シリーズやラジオ英会話に、 取り組む時間15分間が設けられている。これらは英語の単位数に加算される。また1日の授業が始まる前に生徒が集中力を高められるような機会を提供しようという意図もあるという。英語化全体の考え方として各英語教員が授業の中で特に中学生及び高一生に対して英文を読めるようになるには以下のことが重要であると強調している。 上記4コース制である。高校から入学した者は特選クラス、特進コース、進学コースのいずれかに所属することになる。1.2年次は、他のコースの生徒同士で、クラスが同じになることはないが、3年次のみ、打ち進むの生徒と高入りの生徒が混合し、各自が志望する大学、学部や受験科目に応じて13コースに分かれる。 2004年度より特進コース、分離、弦、進学コースともに一周の授業単位が35時間と統一された。それまでは特進コースの方が一単位多かった。しかし、定期試験の科目数に関しては特進コースの方が分離、弦、進学コースよりも多い場合もある。2012年度入学生より新たに特選クラスが加わった。特選クラスのみ。 月曜、水曜、金曜の週3日が7時間授業となる。交渉は、羅針盤の中心に、こう、もしくは、週の文字を置き、その周囲に、ケやきの葉を配したもので、以下の要素を持つとされる。また、正規の交渉とは別に、女債川越のそれぞれ頭の文字を取った、JK が、シンボルマークとなっており、制服のワイシャツの胸ポケット部分には、 そのマークのワッペンがついている。このほか、学校の昇降口前に高く立派なケヤキが立っており、ケヤキもまたこの学校のシンボル的な存在である。2000年頃には、有志の生徒にイラスト案を募り、それをもとに、ケヤキくんというマスコットキャラクターができた。現在では、スクールバスの一部の車両に、それが大きくペイントされている。さらに近年、ケヤキくんグッズと称され、 ケヤキくんに関する歌詞、文房具が校内行事や地元イベント時に販売されている。部活動、同好会2000年頃には有志の生徒にイラスト案を募り、それをもとにケヤキくんというマスコットキャラクターができた。現在ではスクールバスの一部の車両にそれが大きくペイントされている。さらに近年、ケヤキくんグッズと称され、ケヤキくんに関する歌詞、 文房具が校内行事や地元イベント時に販売されている。部活動、同好会2000年頃には有志の生徒にイラスト案を募り、それをもとにケヤキくんというマスコットキャラクターができた。現在ではスクールバスの一部の車両にそれが大きくペイントされている。さらに近年ケヤキくんグッズと称され、ケヤキくんに関する歌詞、文房具が校内行事や 地元イベント時に販売されている。は高校のみ。以下のものに加え、部活動、同好会ではないが、中学、高校生徒会と勇士によって活動されている有士、団体は大庫、ケヤキ、ケヤキ、2005年度結成がある。体育祭、文化祭等の校内行事での演奏のほか、以外にも、校外での年間40回以上のボランティア活動、講演を行っており、 全国大会にも出場2007年度、2008年度、2010年度、2014年度、2016年度、2018年度を果たしている。また、陸上競技部が連続で関東大会に出場し、好成績を収めている。さらに、軟式野球同好会も2011年から3年連続で関東大会に出場している。 文化部運動部2006年11月、高校において、必ず履修科目未利修問題が発覚した。教科は、情報、家庭基礎、芸術、体育。城西川越の文化祭は、中、高合同で実施する。中学は学年ごとに、テーマが決まっており、そのテーマに沿って、文化祭に参加し、高校生は書く、クラスごとに参加。 また部活で参加する団体もある。2010年度より制服のデザインが変更された。城彩体操と呼ばれる独自の体操があり、体育の授業で準備運動として行われる。2012年に新校舎、2017年に新物室棟が完成した。日て15分から25分乗車、上西高校バス停で下車して徒歩6分。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。